好きなんです。好きなんです。愛の告白。みなさんこんにちは、カナノアです。ピンピン。笑っちゃった。はい、ということで今回はですね、皆さんに大事なご報告がございます。ございますございます。なんとカナノア事務所所属が決定しました。びっくりしたでしょ、みんな。そうなんです、はい、今回ですね、グローブさんっていう先輩で言うと YouTuber さんだとパパラピーズさんとか、うん、変人真面目さん、うん、で TikTok だと日向さんとかふてこさんがいるグローブっていう結構いろんな方たちがいる事務所に所属することになりました。パパラパーパパラパーパパパパーあらだだだ。はい、ということでやっぱ事務所所属だからすごいやっぱり撮影の企画の幅っていうのがすごい広がる、うん、広がるね。2人じゃできなかったことがやっぱどうしても多かったので。多かったですね。踊ってみたとかもまだやりたいし。やりたい。踊りたいですね。やっぱやりたいな。あといろんなところにもね旅立ちたい。旅立ちましょう。頑張ろう。それは頑張って旅立てるように。あとなんかやっぱいろんな人もいるんで、ぜひコラボ動画をね、コラボしたいなって思ってます。思ってます。まだしたことないんで。ないね。ないからぜひやりま、やりたいです。事務所の方とかやってみたい。やってみたいし、なんか好きな YouTuber さんとか変人真面目さんの銀シャムさんとか好きなんですよ。なんか顔可愛いのにさ、めっちゃ声のギャップとかもなんか好きなんです。好きなんです。愛の告白。なんかもういろんな人に会いたいね。会いたいです。まあ幅も広がるということで、もっともっとカナノアはいろんなことやって皆さんに楽しいものを届けていきたいなと思います。思います。なんでまあ事務所所属したからといって何も変わるわけではないのですが、まあもっとたくさんのものを届けていきたいなという気持ちでございます。ございます。以上です。よろしくお願いします。お願いします。はい、以上。正座痛くて崩したの知ってる。知ってる。痛いかなと思った。痛いんだなと思って。1分ちょっと耐えるのきついんです。きつかった、きつかった。ごめんなさい、重大発表なのに。事務所所属だからすごいやっぱり撮影の企画の幅っていうのがすごい広がる。まあ大丈夫、みんなに伝わったと思うんで。はい、ということで本日はここまでです。引き続き皆さん動画の方よろしくお願いします。お願いします。ということでチャンネル登録と高評価も、皆さん気になるなと思ってくれた方はぜひお願いします。お願いします。お願いします。そして最後まで見てくれてありがとうございます。 ありがとうございます。次回のカナノアもお楽しみにお願いします。お願いします。バイバイ。See you.